シュートを決めるべきところを落としてしまったというところがちょうどポイントになってますよね。うん、ゾーンズ決めてきました。そしてここから早く攻めるというのが滋賀の一つのパターン、今日やりたいことです。枠川、最後は川端、はい、繋がりましたね。これは滋賀我慢できるかですね。2番に3人寄ってくる。ラメナからブンマ、ここはうまく繋がりました。いいですね、このフォーマータイムにまだなるんですよね。なので杉田選手も俺を見てくれって今話してましたね。スパーがスコットです。ジョーンズ持っていった。滋賀は4人の日本人、そしてラメナはフィリピン人、アジア特別枠。回して柏村、決めました。キャプテン、これですね、ラメナ選手がポイントガードですよね。でテーブス選手が本来2、3番がやるポジションをやってるっていうところですね。なのでアシストをテーブス選手もできるので、ワンツーパスで、まあ、見事ですよね。ですから3人のガードを使った、はい、ということになりますね、滋賀ね。またオフェンスリバウンドですね。オフェンスリバウンドの後点取ってますからね、宇都宮。今日はこのオフェンスリバウンドの後の攻撃、あーっと川端、ボールを奪った。もしかしたら滋賀が先にタイムアウトを取らざるを得ない状況になるかもしれないですね。そしてエンドワン、いやもう一気に今宇都宮流れの雰囲気あったと思うんですよ、はい、しかもこれ4点プレーのチャンスじゃないですかね、はい、渡辺の3はさああと3秒だ、急ぐダメだ。ラメナ決めた、さあ見た、いや大きいですね。いやスコット選手ちょっと気づいたんですけどちょっと遅かったですね。わずかな隙を見逃しませんでした、はい、これ、はい、スコット選手やばいと思って気づいたんですよね。スコーターからジェル選手スリーポイント多いですよね。なのでルーマ選手を引き出してるんですよね。ダブルチームで行く、あーここはキャプテンの柏村、はい、スルスルっと入っていきました。ラメナ外、時間がないぞ、ここはダメだ。最後ブザービーターで決めていきました。